どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月30日、阪神 VS 巨人の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、負けました。最後ね、まあ、バットの先にぴょこんって当てられて、スタンドインっていう感じ、まあ、東京ドームやなって感じはしますよね。まあ、阪神の1点っていうところにおいても、まあ、近本選手も、まあ、ギリギリ入ったっていうような感じなので、まあ、東京ドームらしい戦いではあったのかなとは思いますが、 打撃陣打てようなーって感じになっちゃうよね <laughs>。まあ、昨日、ね、点取って、で、えっと、その初戦かっていうところでも点取って、で、負けてみると点取れへんくてっていうところになってますので、極端すぎるので、もうちょっと頑張っていただきたいなと思っておりますと <laughs>。というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。 じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね。5打数1安打、1打点、1本塁打です。レフテーのソロホームラン、ピッチャーゴロ、セカンドゴロ、ライトフライ、セカンドゴロという感じです。えー、逆方向に大きな打球という点を見れば、すごくいい感じなんじゃないかなとは思っております。はい。一、えー、1打席目、ほんま、その試合が始まる1打席目っていうところにおいて、結果を残してくれるっていうところにおいては、えー、すごくいいなとは思うんですが、 えっと、初回含め、先頭バッターでのっていうところが、えっと、1回、2回、3回、4回かっていうところはあったので、やっぱりね、そこで出塁してくれたら、ちょっと変わったのかなっていう部分ではあるので、まあまあ仕方ない部分は多いにありますが、頑張っていただきたいなというところになっておりますし、えっと、ライトフライ、4打席目のライトフライに関しては、まあ当たりは悪くなかったかなとは思いますと。 はい、相続いては中野選手です。5打数1安打です。ライトフライ、センターへのヒット、セカンドゴロ、サードへのファールフライ、ファーストゴロという感じです。えー、とりあえず1本。 ま、中野選手らしい打撃という風に見て、え、すごくいい当たりは出てるんじゃないかなと思っておりますし、え、今日はね、その守備がすごく硬かった。ま、中野選手に限った話ではなくて、ノイジー選手であったりだとか、木並選手であったりだとかっていう部分でね、すごく守備が硬かったので、その中で、ま、一個アウトを取ってくれたりだとか、え、本当にね、いい形にはなってくれておりますと。ま、もちろんね、その、もっと打ってくれたらとかっていうのは正直あるが、ま、そんなこと言っても仕方ないので、 でそのの中で1アンダー打っててくれてるのはい、いんじゃ続いては前川選手です。4打数2安打、1ファーボール、1三振です。セカンドゴロファーボール、レフテイにヒット、ライテイにヒット三振という感じです、えー。ファーボールはストレートのファーボールという形で、えー、レフテイにヒット、これうまく打ったね。うん、あの、やっぱりミートがうまいっていうのが、まあ、バットコントロールっていうところがすごくうまいね。 ま、逆方向にポテンと落として素晴らしい当たりやったし、えっ、ー、と、4打席目、えー、すごくいい打球がライト方向、まあ、ストレートを引っ張ってっていうところができておりますので、前川選手いいね。いや、分かってたけど、前川選手いいね。このままね、えっ、ー、と、まあ、3番。 まあ、個人的にはね、やっぱり、この間だというか昨日言ったのかな、まあ6番バッターあたりぐらいで楽にやらせてあげたいとかっていう気持ちはあるんですが、まあ現状ね、チーム状況的にありえないので <laughs>、いや、苦しいね <laughs> っていうところになっておりますので、まあ江川選手ね、いい形になってくれておりますので、このまま期待しておりますと。 はい、続いては大山選手です。4打数1安打1フォアボール2三振です。フォアボール三振、レフテにヒット三振、ショートゴロという感じです。大山選手がね、決めてくれればね、とかっていうのがね、まあ、2回ありましたが、まあ、2回というか、ね、えー、まあ、仕方ないとは思う。うん。まあ、頑張っていただきたいなというところになっておりますかね。まあ、ヒットが1本出てる部分に関しては、ま、あ良き良きっていう風に思うので、えー、次回に期待しておりますと。 はい、続いてはノイジー選手です。3打数無安打1、フォアボール1、三振です。フォアボール、三振、ライトフライ、セカンドゴロという感じです。フォアボールはしっかり選んでくれたなというところと、えっ、ー、とー、まあ、1打席目、2打席目っていうところにおいては、大山選手とリンクしてたので、 ま、三打席目もヒット生まれるんちゃうかなっていうふうに勝手に思ったんですが、ま、残念ながらそういうわけではなかったと。えっと、守備面においてはね、ブリンソン選手の打球やったかなえっと、すごくいいスライディングキャッチをしてくれたので、守備面においてはやっぱりすごくいい活躍してくれております。打撃でね、もうちょっと上がってくれるの2割5分ぐらいまで上がってくれると、ま、あ安定して固定して使えるので、期待しておりますと。 はい、続いては糸原選手です。4打数1安打です。セカンドゴロ、サードへのファールフライ、サードへのファールフライ、センターへのヒットです。4打席目でようやく強い当たりが出ましたが、え、それ以外はバットに当ててるだけというか、まあ、特に2打席目、3打席目っていうのは、その糸原選手が打球がめちゃめちゃ弱くなる、その擦ってるようなバッティングっていう感じになってしまってるので、まあ、実際ね、サードへのファールフライ、まあ、外に擦り上げて、 まあ、ファールフライって形、ポップフライって形になってるので、正直ね、ここは見ててうわーって思ったけれども、まあ、最低限一本出てくれたのは、まあ、ぼちぼちいいんじゃないかなとは思っておりますと。まあ、あとね、一個だけ気になるのが、岡本選手、まあ、その、たまたま岡本選手の時だけ見れたっていう感じなんですけれども、岡本選手の時の守備位置、えっ、ー、と、ベースよりかなり後ろに守ってたんですよね。 そこから取って間に合うのかなっていうふうには思うので、いや、まあまあまあ、まあ、肩がね、あんまり強くないっていうところであったりだとか、まあ守備範囲的なところもね、特別広いっていうわけではないので、まあそこから取って、ファーストベース間に合うのかなっていうふうな不安は個人的にはあったかなと思っておりますと。はい、続いては梅野選手です。4打数無安打1三振です。三振サードゴロ、ショートゴロ、ファーストライナーという感じです。 えーとー、まあ、糸原選手と同じような感じで、まあ、その擦り上げたとかではなくて、1打席目、2打席目、3打席目に関しては、この2人はすごく、うわーっていうような打撃内容やったかな。えっ、ー、とー、それで最後の4打席目、ファーストライナーっていうのが、バスターエンドランっていう形で仕掛けたんですが、ファーストライナーという形。これはもう紙一重やったと思う。ちょっと でも、あれが二塁方向に行ってたら、エンドラン仕掛けられてて、まあ、しっかり成功してて、一三塁で木並選手、まあ、敬遠、まあ、類を埋めるっていう意味で、まあ、もしかしたら、ま、一塁空いてないので、普通に勝負してくるとは思うんですけれども、基本的には、いい形まで持っていけたので、これは紙一重やとは思っておりますと。 はい、相続いては木並選手です。4打数2安打です。セカンドゴロセンターへにヒット、レフティーのツーベースヒット、サードゴロという感じです。木並選手はね、徐々に状態を上げてきてくれております。守備においてもすごく安定してくれておりますので、やっぱりね、そのセンターから逆方向に強い打球が打てるように、まあ1年目から2年目から3年目からみたいな感じで上がってくれてきてはいたので、まあそこを考えるとね、やっぱりレベルアップしてくれてるなと助かりますって感じですと。 はい、続いては西選手ですね。3打数無安打2三振です。三振三振サードゴロという感じです。えっと、まあ、ピッチングを良くするためにずっと頑張ってたんやなとは正直思う。うん、バッティングの方を見ると、まあ、おろそかにしてるっていうとなんか変な言い方やけれども、まあ、西んから考えると、 なんか、良くないスイングしてるなという風に見えたっていうぐらいで、まあまあ、そのピッチング内容はね、この後言いますが、ものすごく良かったので、そこに集中してたんやろうなっていうような打撃内容やったと思ってますと。はい、最後ですね、渡辺選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。これはねちょっと間が空いて、ストライクアウトってなって、おー、え、マジでっていう感じになってたよな。 あれはね、ちょっとフレーミング、いや、あれがフレーミングかとか、いや、ま、あい,いや、<laughs> 時間期待しておりますと。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西淳也投手、岩沢投手、石井投手、梶谷投手ですね。西淳也投手、7回投げて95球、3安打、2三振1、フォアボール、1失点です。えー、言うことほぼないです。うん。あのー、ま、もともと、その、まあ、悪くなってた時っていう時においては、僕は割とボロカス言ってたんですよ。まあ、理由は簡単で、ストライク投げられへんねやったら、無理やぞと。 ま、変化球でカウント取れへん。ストレートも浮きまくる。め、めちゃめちゃ抑えたボールがど真ん中付近に行くから2出される。っていう感じなピッチングがずっと続いてたので、そこを考えると今日は強いボールがゾーンに集まってたし、で、なおかつ強いボールがゾーンに行くから低めの変化球とかっていうのも止まらないんですよね、バットが。すごくいいピッチングしてくれておりました。うん、言うことなしです。はい。えー、次回の当番あると思いますんでね。期待しておりますと。 はい、続いては岩沢投手です。1回投げて14球、無安打1三振、無失点です。サダさんはね、安定やね。ありがとう。あんまり助かりますって感じですと。はい、続いては石井投手です。1回投げて13球、1安打1三振1、1フォアボール、無失点です。フォアボールは申告敬遠ですがね、うんま、ツーベース打たれたんですけれどもって感じではありますが、その後しっかりピシャって切れたので、全然良かったと思います。はい、うーんー、まあ、 ザキさんは出てこうへんやろうなとは思ってたんですが、ここで石井くん出てくるんやとかっていうのは正直驚いたかな。まあまあ、その今の現状の戦力考えたら、まあ石井選手、かじや選手しかいないので、まあ島本さんがね、何とも言えないというところではあったのでね。まあそこを考えると石井くん素晴らしいピッチングでしたと。 はい、最後ですね。カジアとおしです。3分の2を投げて10、1球1安打、1失点です。まあ、特別気に、いや、ま、失点はしてしまってるので、全く気にするなとはさすがに言えんが、特別気にはしやんでいいとは思うかな。うん、まあ、東京ドームじゃなかったら、ライトフライやったっていう、いや、ま、球場で考えるのは正直良くはないんやけれども、でも、ま、その、特別悪くはなかったので、 惜しかったなというぐらいじゃないかなうん。まあ、切り替えてもらったらいいんじゃないかなと思っておりますと。はい、というわけで本日は6月30日阪神 VS 巨人の試合について語らせていただきました。本日の MVP は、 え、ま、たもや前が開くんですかね。まあ、近本選手がホームランを打って1点は取ってくれてるんですけれども、ま、9回を代表するって言っても全然おかしくない。戸郷選手相手に2安打打ってる。まあ、フォアボールもね、ストレートのフォアボールっていうところではあるんですが、まあ、最低限こいつはちょっと勝負したくないなみたいなところを思われてる部分あると思うので、そこを考えるとしっかりやってくれたんじゃないかなと思っておりますと。はい。えっ、ー、と、まあ、昨日点取ったし、 えー、今日打てへんかなじゃなくて、初回点取って、その後追加点上げられへんかった時点で、あ、これって完封じゃないと負けるなっていう風に思ったら、こうなっちゃいましたね。いやー、言ってないからセーフって思うけれども、思うことによって、ちょっと成立してしまうことがあるんで、無心で試合を見ようかなとこれから思っておりますので、えー、勝ち越しを期待しております。 というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と i n s タからもでリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。